はい、こんにちは、勝又です。ということで今日はこちら、ともちゃん納豆欲しいって。何万かくじゃん。あ、キャンセル取れた。取れたって携帯のね、撮影がね、うん、さあ、プッチンプリン行きます。はい、来ました。手前に納豆ね、欲しいからね、うん。でももうこれちゃんといい位置にいるよね。外には行かない。いい。じゃあそこにも納豆いるんで。あれ？あ、ばいばいばい、納豆すぎた。あ、納豆すぎちゃった。あ、納豆すぎちゃった。あ、頑張れ、もうちょっとだ。うん、そう、その位置いいよ、お前分かってるね。うん。あのカルパスがいっぱい映ってるさ。これ。これ食べかけ、食べてる。じゃあ奥に流します。はい。はい。行ったしょこれ。すごい落としたね。これは行ったしょ。お。うわ。もう一押しする。焼きそば。あ、待って、プッチンプリ行ったよ。うん、やばい、焼きそばミスった。いけんじゃない？これいけんじゃない？いけんじゃない？いけないか。頼む。あれ。ちょっとね、両替しとかないとまずい。途中でこれ閉じちゃうともう負けだから。分かった、今行ってくる。あー、やばいな。お、落ちそう落ちそう落ちそう。え、取れてねえじゃん。え、何が？あれ、どういうこと？なんか狙った？うん、納豆狙ったね。納豆取れてねえじゃん。でも落ちそうだよ、マジ、ね、もうちょっと焼きそば狙う。焼きそば狙う？うん、クロワッサンも落ちてくれればいいね。これ引っかかってんだよね。焼きそば狙うわ。お腹すいたね。爽やか、早く食べたいのに。うん、焼きそば来た、うん、大丈夫、任せろ。 OK、 早かった、ちょっとお前が焦らすから。ああ、ほらね、落ちた。うわー、惜しい。なんかこっからが時間かかるんだよね。大丈夫だよ、すぐだよ、もう。ほんと？うん、もうその辺の石あと1個落ちたらそのまま落ちるのにな。ここに納豆いるから。納豆納豆、お、納豆。あー、惜しい、納豆。あ、もう行くんじゃない、行くんじゃないの。閉店タイムだ、閉店タイム。やばい、暗くなっちゃった。やばい、閉店タイム、やばい。ここで終わった。よーし。でも100円入れちゃったからね。ちょっと焼きそば行こう、ね、焼きそば。オッケー。焼きそば落とせないかな。あと、いちごも落ちるかもしれない。あとプチプリンもいる。とりあえず頑張れ、最後、うん、ね。焼きそば来た。やばい、あれ流れてる。チャンチャンチャチャン。嘘、もうそんな時間？ね、やばいよ。本日もほら、あー、無理だ。はい、ダメでした、最後。これで、いちごも落ちません。落ちません。はい、ということで、ナトゥお前座り手だろ。うん、じゃあ開けな。それ動画にしなきゃ、だってあれじゃない、せっかく。後で開くよ。は？今開けよ。あ、後でね、じゃあ後で開けよ。取れたよ、うん、あと他にお目玉は？これまだもう一個ある、消しゴム、うん、あの、いとこに投げて。いとこじゃない、おいっこ。はい、おお、いいよ。お、いい感じ、いい感じ。いい、ビューティー系みたい。見て、これ絶対剥がしたくないじゃん。だ、そのまま引き抜けばいいんじゃない、ピッて。裏とかも割とリアル、うん、うん、リアルだね。でーん、でパカって開けるだろ。え、あ、開いてる。おお、しかも見て、うん、え、取り出せるよ。柔らかいぜこれ。いや、そうだよ、いや、そういうもんでしょ。あ、柔らかい。あ、意外と柔らかい。意外と思ったより柔らかい。柔らかい。それ無勲章だから。これだから、それ伸びるで、確か。むくとビヨーンって。ほんと？うん、え、でもなんかもったいなくない？出したくないわ。出せや、動画撮ってんだから。あ、納豆なの。絶対嘘じゃん。匂い嗅いでみ。かゆくさい。ゴムじゃねえか、お前。超臭いだ、超ゴム臭い。ふざけんなよ。うるせえ。すごそう。ねえ、どう？ビヨーン。おー、やばー。いいじゃん、いいじゃん。すごいね、これ。よかったじゃん。
めっちゃ嬉しいわ。よかったよかった。ありがとうございました。どうするこれ入れといた方がいいかな。いや自由にしな。入れといた方がいいよね。まあね。だってさ、リアルじゃん。これ、うん、こういうラップみたいなのさ、持ってるから。うん。入れにく。入れにく。じゃあ終わりね。うん。